しましょう、いいじゃくー。だいぶ知ってますからね、結構勉強してて。いやいやいや、おー、それは400のブラケット。あれ、あ、ちょっと待って。いきなり、うわ、これ難しいな。これ難しいです。これ難しいぞ。ちょっとこれレベル上がりすぎじゃん。これ以上柱上に通せないよみたいなところにこれを使って違うか。違う。ありがとうございます。本日不思議な画角ですが不思議な画角。あ、しばし回答に道場、まあちょっと名前が仮名なんだね今ね。ちょっと名前ダサいで変えようって、はい、練り替え道場の足場解体道場ですっておかしくない。練り替え道場の足場ドットコムとかなんかよくあるじゃん、足場なんとかみたいに変えようとか言っとるであれだけど、もう結構この間動画ね反響良くて、もうほんと買い取りも販売も、はい、リースもちょこちょこ来とる、はい、結構お値段もね、はい、まあそんな変わんないなって言われる人もおれば、あ、ちょっと安いかなって言ってくれる人も おりので、今日ちょっと現場に勉強がてら視察来てます、はい。じゃあちょっと今日ここで突然ですが、足場したいジャック。あ、違う違う、間違えた。足場の名前を当てれるかチェック。だいぶ知ってますから結構勉強してて。いやいやいや、結構頭悪いよこの人。ちょ、マジで。じゃちょっと一個一個名前をどれだけ覚えておるかね、はい、いろいろ、まあまあ材料書いてはいるからね、はい、やっぱ把握したり写真見たりとかね、そうですね、いろいろやってるから、ちょっといろいろちょっとクイズ出せてくれ。分かりました。はい、これは1個ある。これ1個ちょっと待って。まあでも難しいやつはすごいですよ。あ、ちょっと簡単めなさ。いきますよ。おお、それは400のブラケット。あれ、あ、ちょっと待って。いきなり、いきなり流した。いきなり流した。はい、はい、あ、400、はい、あ、当てんだ。あ、250。あ、あ、言うなよ言うなよ言うなよお前。600とかもあるだろ。600っていう人と、あ、一応あの何買取リストみたいなでは400のブラケット。アンチが1枚ちょうど入る大きさ。そうです。だから数で言うと、そういうあのね、ごまきちゃん、それ頭にとかがね、あんまりあれだけあってもハーフじゃなくて本アンチだよね。はい、あ、まあそれも。あ、おお、すげえじゃん。足場女子やん。もう4018ですよね。ハーフが2号です。あ、そういうことですね。それが2号ブラケット。うわ、すごいね。ちょ、まあまあ勉強。何ヶ月？足場買い取りの。本格的にはってからぐらいだよね。ほぼ任されて全部やってくれってなってね。ちなみにインスタでも今あの、あなた、俺はテーマをなんか、俺はこの今ジムなんだけど、はい、足場買取の別会社作って社長になれよと、はい、それから自分を一生懸命やってくださいって。俺もなんか仕事したくないからって全部やってよって言って。出が細かいからこの人だからいいじゃん。値段とかもすごいチェックしてくれるし、材料もすごいチェックしてくれるから、はい、なったら面白いねって言って、そういうインスタをやってるわけよ。だけどそういう風に掛け合って、あのジムから社長を目指してますって掛け合ってたら、それだけはやめてくださいって書いて昨日それでずっと揉めとったから俺。はい、続いてクイズ。フォローしてほしいね。はい、うん、いいですかね。お願いします。ね、手すりなんですけど。あ、なるほど。手すりシリーズ。手すりシリーズ900。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。お前ちょっと優しすぎーんだよ。でもそうです。でもこれで分かるんだよ、はい、これ当てた時に。あー、あ、え、長さが分かる。あー、確かに1200ですね。1200です。正解です。おお、次はファイナルアンサーです。あー、それ難しいな。これいいか。これは当てねえんだろう。あー、でも1800の、え、ちょっと待って、1800の失注。違いますね。どうなんだ。いや、違うな。悩んでる。いや、そうです、そうです。ファイナルアンサー。あ、もう正解です。おー、1800の失注なんだ。あ、なんて書いてあるの、材料リストには。でも、失注18って書いてある。あ、失注18なんだ。4コマとか言うよね、よく。あれ。だって電話とかで言われたら、コマが4つでしょ。で、18イコール4コマで、サブロックが何コマなんだ。8です。8コマだ。まあ、それ言っちゃうとあれだな。ちょっと
もうちょっと難しいやつ行こうや、難しいやつ。支柱は支柱派ですけど、うん、うわこれ難しいな、これ難しいやつ、これ難しいぞ、ちょっとこれレベル上がりすぎじゃん。これやってたらもうほんと足場女子語っていいわ。支柱025。なんで今ハモらない最後の時間。わかった035ですね。支柱035ってのがあった。025とかってあるの。あります。25センチ。ヒントは、うん、1800が4コマだった。はいはいはい、2個だから2個ってことは900なんすけど、はい、1個違いがあるんですよ。あーでもこの幅が大きいですね。ないじゃん。うんうんうん、ですね、わかった。なんとか切りみたいな時に。おお近づいてる。いや、まあまあでもちょっと違う、僕の地方だと、甘やかしたか。僕の地方だと言いますね。チンコ、僕のチンコ地方、あ、地方な。まあまあでもそれでも通じるからね。あ、職人用語では何なの。じゃあケツ切り、ケツ切りで、あ、それケツ切りの900とか1200も全部あるの。ない、900だけ。あんまり900じゃないです。これは900のケツ切りです。ああで、あの、あ、あれはあのリスト、リスト用語は080.85ですね。ああ、ある。いや、ない。いや、あります。あります。あ、今なんて言った、いや、ないとか言って言ったよね。いや、ない。ごめんなさい、0.8 だ、0.8です。0.8? 08って言うんで。の支柱があるのか。要は、900の血を切って短くなってる。100ぐらい、血糖から08。あ、それ何に使うの。エアジャッキとか、まあ、キシロがない時にバルコニーとかの、うん、ジャッキーを上げる作業がある仕事に対しての適用をするもの。あー、そういうことな。よし、他ちょっと材料いこう。普通の900ないの。ジャッキーありますか。これは結構出るんですね、日頃から使うもので。民間は使う。へー、あ、そうなんだ。あ、それは買い取りどうですか。買い取り、うん、今日来てる、うん、来てますけど、ちょっと溜まっちゃったかなっていう感じも、うん、ちょっとだけありますね。どんな人が買い取り来る。まあ、足場屋さんとか解体屋さんとか、うん、あ、結構来る、はい、あの、欲しい、欲しいで来るのか。あ、もうでも圧倒的に欲しいのお客さん。あ、欲しいが来るんだ。じゃあもうどんどん逆に販売してほしいだ。そうですね、はい、あ、材料欲しい、もっと、うんうん、どんどん売りに来てください。お願いします。まあ、結構でも来とるよね、買い取りも。いっぱい来てます。同じ方がめちゃくちゃリピートしてくれてます。結局1000何百万かなんか買ったとか言ったよね。そうですね、1000万ぐらい買ったってたよね、はい、結構買い取っとんの、はい、金ねえがねえって言って、俺買っちゃうよ、買ったのまで金ねえわな。やべえぞ。だけど、でも結構売りに出とるでね、はい、じゃあ行きましょう、クイズ、はい、じゃあこの2つの名称をお願いします。場所、名称、名称、ちょっとさっきカーニングしちゃったんですけど。うわ、カーニングした。なんで、どこに書いてあった、どっか書いてあった。これさっき説明を受けました。あー、そういうことか、はい、何、まあ、ただこっちが2518のアンチ。ああ、2518ね。真ん中がセンターアンチ。センター2518っていうの、なんていうの。今センターアンチ、センターアンチだけど、この大きいやつのセンターないんだ。ないです。あ、ないです。あ、逆に細い方があります。これよりもう一個細いやつがあるんです。あ、そういうこと。150のアンチが あるんだ。あるんですけど、もうもったいないです。あ、本当。あ、今持ってない、うちは持ってないです。あ、隣はこれが1800なら、これじゃあ2509でしたね。おー、まあまあ、やっぱ勉強してるね。この2つのアンチの違いは何ですか。なるほど。いや、そこがちょっとわかんないです。なるほど、全然違うね、確かに。全然違う、うん、そうですね。長さは一緒だよね、これ。ちょっとカメラで見てると視聴者の人はちょっと勘違いしやすいんですけど、長さは一緒です。あの、置いてる足元があるので、幅も一緒です。あ、長さ違うな。あ、板が爪の分か。爪の分だ。こことこの丸いの、うん、こっち出張ってるだけです、うんうんうん、それ考えたら2個かけるか、1個突っ込むかうまい、はい、同時で壊れました。2個突っ込むか、1個かけるか。イントネーションでいいよ。まあまあ、どれね、こっちのアンチはこれだけじゃできない。わかった。この手すりの幅でこっちは動かせるとか。
あーなるほど、そうやって思うんだ。あーなるほど。でこっちは突っ込むんで動かない。突っ込むんだよ、やらしいよな。なんかちょっと上がっちゃうよ、違う。突っ込むって。まあ、とんだけど、相手が違うでしょ、つまり。あ、そう、そう、対相手が違う。うん、対相手が。これは手すり。あ、そう、これは手すりにかけたり、うんうん。こっちは手すりじゃないってことですね。あ、柱にかけたり。柱に直接かけるか。うんうん、いやブラケットに引っ掛けてかけるかなって。でも支柱って普段その1本で立つ場合もあるってことか。そうです、そうです。その場合にこっちが使える。使える。2本立ったらこっちが使える。1本でもこっち使えるけどこっちの方が早いよと。あ、ブラケット使うってことか。こっちだったら1本と100これを使わなあかんから両サイドに出して支柱1本の場合はここに柱がこうなって、はいはいはい、ここに、ああなるほど、ハンドルの位置立ちだったら曲がせてかけるか、コマに直接刺すか。これの手間がいらないよ。そう、そうです。あ、めちゃくちゃ早いですね。ってことはこの時にもめっちゃ使います。センターを使わない場合はこれをめちゃめちゃ使う。ちなみにあれの名前知ってるの？めちゃくちゃ短い手すりなんで、うん、400ですか。私が知ってる一番小さい手すりは。やったね。これちょっとやっちゃったね。やりました。400の半分。200ですか。200ありますかね。絶対ある。あ、ない。でもあるよね、結構見るよね。うちだけ？予想もっとだろ。予想いっぱい、いっぱい、絶対も予想は出る。じゃあ、詰めた方がいいですか。はい、じゃあ、やろうか。うんうん、あー、それまた難しいの出てきたね。ちょっと難しいかもしれないです。この時で合ってますか。これに、ここに柱を刺す。柱の。あー、ここ、はいはい。ここに普通にそのアンチをいけるよってことじゃないですか。まあ、いけるよ。この役目。ここにまた柱させちゃう。あ、そう。あ、そう。それは、あ、わかった。それこそあれですかね。こういうのがあったときに、これ以上柱、上に通せないよみたいなときにこれを使って、違うか。職人用語だなんていうの。職人用語だと6羽。6羽？600張り出し。あ、張り出し。張り出しってある？あります。張り出しブラケットあります。あ、こういうことだね、はい、あ、用途はどんな感じで使う？用途は、まあ、どうしても軒がかわせない狭い敷地の時とかに外に張って600とか200出したいよっていう時に、うん、足がつけんところな。そうです、そうです。結局な、張り出してかわす、途中から柱が生まれるってことだね、空中から。それ結構あれなんですね、別にそのなんかそこに体重が今後かかるわけなんですか、問題ない。おお、それこんな考えろ。大丈夫、足は調子。結局受けになってる。はい、はい、本日以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。今足場買い取りと、はい、まだね、うん、結構買ってくれる人も今増えてるみたいであれですけど、まあ、また欲しい人も全然声かけていないんですけど、どんどん買い取り強化してますんで、ぜひ声かけてください。あと頑張ってショートムービーも今日だいぶ撮って、はい、ね、はい、いろいろ、うん、インスタ頑張って、はい、でもともと足場買い取りっていうあれだったのだけど、なんかつまんねえなって言ってこの間喋ってて、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。せーの、まだ見ねー。